どうも、れんまれです。桜ひなたおっとチャンネルへようこそ。ということで、今日はですね、小魚の休日をね、体感、していきたいなと思います。皆さん知ってますか？小魚の休日。ひなた坂の3枚目シングルのね、今月の特典映像にあるひなたの休日っていうやつの小魚のね、休日に、大阪ですね。大阪の密着というか、まあ、小魚が行ったところをね、れんまれも見に行こうという、企画でございます。まあ、お日様のね、皆様ね、聖地巡礼とか、参考になれたらなと思っております。ぜひね、高評価ポチッと押して帰ってください。ということで、まずはですね、アベノハルカスですね。あのビルの屋上というか、ビルの上めっちゃ高いとこ行けるみたいな、語彙力ないんですけど、めっちゃ上高いとこ行けるみたいなんで、1500円で登れるので、チケット購入して、登ります。で、チケットゲート通ったら、なんか記念写真撮りませんかって言われて、まあ俺一人ぼっちで行ってんけど、まあ、いっかと思って記念写真撮って、なんか、退場？ゲート出るときに記念写真もらえるみたいなのが無料であったので、撮ってもらいました。そして60回こんな感じで、高いところに登って、まあとりあえずね、写真をポチッと、撮影したいなと思います。皆さんね、小魚の休日見返してください。ここのね、地図みたいな見てる小魚のシーンありますからね。レイマルもね、小魚の休日3週ぐらい見返したかな。完コピするぞってね、意気込んで今日来てるので、楽しかったですね。まあ、こんな感じで景色を見て、って感じかな。いや、本当にめちゃめちゃいい景色。大阪の一望できるって感じですね。で、まあ見てるシーンこんな感じで撮って、まあ写真撮影しようかな。どんなポーズで写真撮ろうかなみたいな感じでキュンとかを撮ったりとかね、してます。はい、どうもレモルです。ということで、特にね、展望台の上は特に何もないです。でもね、まあ、小魚がここに訪れたというだけで、でも聖地なんで、はい、登るだけで1500円ですが、でも高いとこ好きなんでね、俺。いつかバンジージャンプしたいなってめっちゃ思う。で、次はですね、小魚が行ったエキスポシティのニフレルに行ってきたいなと。で、ここからね、電車乗って、ニフレルに行くんですけど、まあ、その前にね、ウルトラマンとなんか今コラボしてるので、ウルトラマンポーズしてるレマルですね。ぼっちですよ、ぼっち。でもこのエレベーターの演出は、俺めっちゃ好きやな。なんか、ちょっと異世界みたいな感じがして、すごいワクワクしましたね。で、最初にね、写真撮ってもらったやつ、なんかこんな感じの新聞ステッカー？新聞ステッカーみたいな感じでもらえて、まあ、ぼっちなんですけどね、ぼっちなんですけど。撮ってもらいました。で、電車で千里中央駅まで行って、大阪モノレールですね、あの万博記念公園駅に、あのエキスポシティっていうね、ショッピングモールがあって、あのニフレールがそこにあるんですけど、まあ大阪モノレールに乗らないといけないということで、あの千里中央駅まで行って、まあロッテリア、お昼ご飯ね、お腹空いたんでロッテリアで、ご飯食べて、千里中央駅、大阪モノレールのね、千里中央駅。モノレールって東京にもあるんかな？全国にモノレールってどれぐらいあるんだろう？大阪だけ？いや、わかんないんですけど、このモノレールね、ワクワク、なんか上乗ってるみたいな感じの電車なんですけど、語彙力ないね。相変わらず。まあ、久しぶりに車運転したいな。学生の皆さん、免許持ってますかね？早めにね、免許は取りましょう。ということで、万博公園駅に着きました。昔はね、万博記念公園駅？あ、万博の駅に、コンビニとかなかったんですよね。でもね、もう最近コンビニもできちゃってね。万博記念公園駅に着きました。でもね、ちょっと雨が降ってきてね。万博の駅と言ったらこの太陽の塔ですね。太陽の塔。子供の頃、エキスポランドっていう遊園地がこの万博記念公園駅にあったんですけど、それがね、なくなったので、あんまりそこからは来なかったんですけど、知ってます？エキスポランドって。で、エキスポシティについて、目の前にある白い建物が小魚が行ったニフレルっていう水族館ですね。で、もう一回皆様に言います。小魚の休日見返してください。ここら辺に小魚が、立ってました。もうここのブロックの数とかはもうね、調べたからね、本当に。はい、ということで、多分ね、ここが、小魚の休日、皆さん見返してください。多分ね、こういう画角やった気がする。はい、というわけで、ニフレルね、男一人、社会人ですが、楽しんでいきたいなと思います。レッツゴー！というわけでね、入る前から小魚を体感して、チケット代2000円を払いまして、入場していきたいなと思います。
いやもうこっからはね、本当に可愛い可愛い生物たちをね、見てね、皆さんもね、癒されてください。もう本当にレマルは癒されました。なんか水の生き物って本当に癒されるよね。誰かと来たいな、これ。誰かと来たいな。小坂のね、見てたホワイトタイガーエリアに来たんですけど、ちょっとね、タイミング悪く、なんかホワイトタイガーの餌やりの時間みたいなんで、すぐね、後ろのね、バックステージ、バックヤードにね、入っちゃったんですけど、まあこんな感じで、タイガー行っちゃったみたいな感じなんですけど、一瞬しか見れなくて悲しかって、まあその間にね、ワニを眺めてました。すっげー迫力あるよね。小坂のもこのワニ見てたかな？いやー、可愛いし、ちょっと動いてほしいなって思いつつも、まあ写真ね、記念に撮っておきましょう。いやー、癒されまくりましたね。一人だけど全然楽しめる。癒されました。でね、全部見終わってニフレルの出口に、グッズとかありました。ニフレルので、これね、小魚買ってました。ホワイトタイガーのぬいぐるみ、まあ体感したいからレイマルも買おうかなと思ったんですけど、いやこれ1600円するしね、ぬいぐるみって高いしね、あ悩む悩むと思って、ハンカチもね、ホワイトタイガーのハンカチも、購入してたので430円やったかな、こっち購入しますレイマル。ホワイトタイガーのぬいぐるみはちょっとね断念しまして、こちらのね、ハンカチを購入しました。まあ、ハンカチ買うだけでもね、結構ねもう惜しいというか、メンバーの聖地巡礼完璧にコンプリートしてると思います。こんな感じで購入しましたっていうのをね、喋っております。一応ね、小魚の休日は巡ったね。いや楽しかった。なんかやっぱ推しとか、まあ、グループのメンバーが行ったところに足を運ぶのは本当に楽しい旅というか、旅行でもあるしね、プチ旅でもあるから、まあ今からまあ正直もう終わったんよ。ハルカスにも行ったし、この前たこ焼きも食べたし、ニフレルもね今行ってきたので、やることは終わったんですけど、ちょっとねせっかくエキスポシティに来たので、ちょっとぶらりとレイマルの一人の休日というのをね、ちょっと動画に収めたいなと思います。まあ、せっかくねエキスポシティに来たので、まあ、中のショッピングモールも見ていこうっていう感じで見ていきます。まあ、ロフトであったりだとか、いやこれねめっちゃ欲しいんですよ今。はい、無駄な金使えないようにね、買わなかったんですけどね。なんかこういう調理器具、まあ、料理は好きなんでね、自炊しないんですけど料理とか好きなんで、なんかこういうねお店とか訪れるのもめちゃめちゃ好きで、いやーでもこういうの揃え始めたらねきりないんでね、我慢します。でハムスターとかね、いやなんか最近ペット飼いたいなと思いつつも、いや急にプリクラ、というわけでですね、レイマル人生初めて一人プリクラにやってまいりました。レイマル一人行動、一人まるまる、まあ一人ユニバとか、まあ一人映画とか、まあ何でもできるんですよね。一人焼肉とかもちろん何でもできるんですけど、一人プリクラだけはしたことなかったので、ちょっと勇気を振り絞って行ってみました。ゲーセンあったんでね。でこれ見てもらうと分かるんですけど、奥見てもらうと分かるんですけど、仕切りみたいなカーテンがないタイプのプリクラで、隣丸見えみたいな、隣のクレーンゲームしてる人から丸見えみたいな感じで、すごく恥ずかしかったんですけど、やってみましたプリクラ。皆さん一人プリクラ行ったことありますか？小魚の生写真を持ってね、プリクラやりました。初めて一人でプリクラ撮った。楽しかった。恥ずかしかったけどめちゃめちゃ勇気出して撮った。楽しかった。そしてね、エキスポシティに美味しいケーキ屋さんがあったんで、ケーキ買って帰って、小魚の休日以上となります。この動画がね、いいなとか、一人のおたかついいなとか、聖地巡礼いいなと思った方はね、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。今後もね、聖地巡礼たくさんね、行ってきたいなと思いますので、ここ行ってほしいなとか、ここをぜひ行ってほしいですとか、ここどうですかっていうね、コメント欄にね、ぜひね、たくさん書き込んでいただけたら、まるそこ行きますのでね、ぜひね、コメントもお待ちしております。動画の感想とかもね、お待ちしております。チャンネル登録もお待ちしております。では本日の動画以上です。バイバーイ。